俺6つ上の兄貴がおってあの絵本とかを隠しとって俺をそれ見つけたの小学校の時に、はい、びっくりしてそのまま親父の部屋に持って行ってびっくりして持ってっちゃったし、うん、なんだこれっつってそのまま音鳴り持ってちゃったし音も困ったよねそれはまあ知ってたと思うけどもちろんそれはやばい最低な音だよね、はい